よし、やっていきましょう。シャドウ実況プレイということで、ちょっと申し訳ない。開幕早々申し訳ないんですけど、今回は、久々の飲食実況となっております。ちょっとごめんね、食事の時間なんだけど、ちょっとね、酒が気になりすぎてね、もうなんか、落ち着いてらんないんで、ゲームやりながら食うことにしました。はい。なので、くちゃくちゃ音が入りますから、いや、いいや、セリフのとこ読まないわ。うん。ゆっくり進めるんで、おのおの、まあ、なんか早かったら一時停止して、一応なんか読めるようには努めるけども、ちょっとなんか適宜その辺は工夫してよろしくお願いします。ちょっと俺一旦黙ります。実況で黙りますってのも意味わかんないと思うけど、黙ります。あ、ちなみに近くのスーパーでパン買ってきました。パンとチーズってなんでこんな合うんだろうな。ちょっといきなりその重要そうなこと俺に任せないでくれ。え、セーブしたよね。セーブしてない俺。セーブした？まあいいや、ちょっと待って。博士のことを話題に出す。今回ジョナのことを話題に出す。難しい。こいつは立て続けに起きた、まあ、一連の事件のせいでメンタルがやられてる。まあ、特にチャプター3の時の事件が一番尾を引いてると思うんだけど。堂々と地雷踏みに行く？いやでもちょっと待って、難しい、これ難しい、本当にこれね、思ってる以上に難しいよ。というか、まあ見てるみんな分かってると思うけど、クラスのことが何なすか、それが一番ね読めない。お回りしていくか。まあ、イコールゲームオーバーではないだけで助かる。これはね本当に読めん。直球ストレートが一番効くか、やっぱ。俺逆にこれ塞ぎ込まれるかなと思ったんだけど、効くね。いやいや、もうその話はしたくないみたいな感じで一方的に会話切られるかなって、それを危惧してあえて一番下の、まあなんか遠回しで行く感じをイメージしてたんだけど、ちょっとそれがダメだったんで、まあ、今度逆にっていうことで選んだんだけど、これが正解っぽいね。いいぞいいぞいいぞ、こちら側に引き入れろ。単純でよかった。
よし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 、はいはい、お気に入りの選定ができたから、この隙にさ、ちょっと片手しか使えないから設定変えるか。これいいや。よし。これでちょっと今のイベント終わらせたことによってフラグ立ってない？あいつどこにいるっけ？あっち側か。一旦セーブ入れて。これ一日待たないとダメなのかな。でもあとやるべきことないよね。行くか。結局この目的解明も始めが動いてくんないと何もできない。でその始めも結局イベント進行してないっぽいから、これ進めるためには現状日にちをずらしていくしかないんじゃない。行くか。一応放送数も調べたもんね。何も分かんなかったけど。はい、すいまーす。あ、ジジイ、お前は来てくれんだ。これあれだよね、保健室のジジイだよね。そういうところお前は賢いもんな。悪事が働くというか。ここで歩み一人だったら絶対行ってくんなかったよ。お前すっかりまともな人間になったな。すっかりおとなしい人間になったな。
任せとくて。行ってこーい。あれ体育館側映してくんなのとりあえずまずはじめでしょ。たまに同じフロアだって忘れそうなんだよ。どう？ちょ進捗を聞かせてくれ。ほうほうほう。1階に2個2階に1個3階に1個。うん、わざとなんかね、見つけやすくするためにみたいな。だよね。最初の放送室の時もさ、下に置いちゃっただけでしょ。だってまあ普通に考えてわざとって考えるべきだよね。こんなあからさまだと。うん、割りやしてはい、考察開始。大枠の目的について考えるな。うん、ある程度ニスも立って今回の事件の中では見えてきた。うん、はーい。ちょっとごめんね、あの2個食ってから時間かかってるすごい。あの食事するのはすごい時間かかる人間なんで申し訳ない。生贄っていう割には選ばれた人は特に何もされてないっていうのがすごく気になるんだよね。実は学校側に残ってる人が生贄でしたみたいな、そういう感じ。え、なんかそれありそうで。ちょ待って、今何気なく言ったけどさ、だって爆弾って校舎側でしょ。めっちゃ置いてあって、ただいやちょっとね、体育館側のことについて何も見てないからわかんないけど、仮に体育館側に爆弾がない安全な場所だとしたら、むしろ勇気を持って自分から体育館に行った人間っていうのが救われて、実際は生贄にならなかった校舎側に残った人間っていうのが真の生贄みたいな。むしろこっち側にいることが危険で、体育館にいることが安全なんじゃないっていうのはちょっと考えたんだけど、どう？生贄。うん、だよね。あるよ。うん、
だよね。ない。うん。ちょっと分かってきたよ、俺も。学校側にいる方がこれ危険かもしんね。そういうことでしょ。選定っていうのは、自ら勇気を持って、危険なところに飛び込もうとする勇気がある人間かどうかってことなんじゃない？あれ違うんだ。違うのかよ、なんだよ。ちょっと考えよう、考えよう。うん。ここか。でも間違ってるとしたらここなんだよな、じゃあ。試験。考えば合ってんじゃないの俺の。そのチャンスっちゅうのが生贄にわざわざ選ばれるかどうかの、自分から志願していくかどうかっていうことなんじゃない。ないんだ結局。ちょそこら辺の視点さ、俺が操作してないからそこについては触れない方がいいかなと思ってないけど、今ここで触れてくれたからもう確実に可能性上がったんだけど、体育館にいる方が安全だよね。だから、ほら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 、今回の生贄というのは学内に残った者たちの方で、体育館への隔離を選定された者を救うという試験ということなのではないだろうか。そう考えれば黒幕は体育館に隔離された者を一度も生贄だと言及していなかったことにも説明がつく。自分を犠牲にできた善人だけを選定して救うってことか。この選定っていうのは俺たちがやるんじゃなくて黒幕が選定するってことだろう。つまり学年の全員が生き残りたいのならば、全ての者が体育館に向かう必要がある。1分なんて短い時間で一度に学内の全員がシャッターから出るなんて不可能だろうが、数回に分ければなんとかなる。もしこれが真意なんだとしたら随分いやらしい試験だな。普通じゃこんなことは思いつかないだろうし、気づいたとしても確証が得られるわけではない。今回のクリア条件は1日目で隔離された者たちと連絡を取って、この真意に気づいて順次全員で体育館に避難するというところだろう。つまり現段階では日数的にもう成功法でのクリアは不可能だ。もしこうなったら、もうこうなったら黒幕を無理やり抑えて爆破を解除してもらう以外に方法はない。俺の考え合ってたんだ。じゃあはい、黒幕との対峙。うん、これは5日目だね。じゃあやっぱよし。で結局生贄に関しては、前日にあいつ誰だっけ、誰だっけ誰だっけ、誰だっけ、あいつ名前が、そろそろあったあったあった、神神神が、こういう時こそな、チャプター1の時に作ったこの紙が役に立つ。渡瀬かな、あいつだ。あいつ選んだから、これでいいよね。これで進めるぞ。生贄選定。はい。
ちゃんと来てるあたり偉いじゃん。モブもちゃんと来てるっちゃ来てるんだよね。おジジイ、おいジジイ、おいおいおい、保健室のジジイが来なくなった。あの老いぼれ最後の最後に裏切りやがった。よしよしよし、妙に頭回るときあるしな、お前。忘れてたっぽいね。まず忘れてたっぽいね。でしょ、そういうのをやらせるやつが一番悪いの。だから相馬くんは悪くないの。まあまあ、何にしても解決したんだったらいいよ。はい、でも生贄志願者の方はって言ってんだよねこれね。志願者の方は1分以内に速やかに出て体育館へ移動してください。出た人数と体育館に入った人数が不一致だった場合は即座に学内を爆破します。いってらっしゃい。5日目、さあ来たぞ最終日。退治、黒幕との退治について考えてみよう。黒幕の目的は予想がついた。ここから黒幕の正体について詰め寄っていこう。4日目の隔離者も体育館へ送り出し、残すは今日の、隔離者を送り出すだけとなった。さて最終考察だ。まず最終的に黒幕はどこに存在するのだろうか。これは学内にいなきゃおかしいよな。これ学内だよな。え、ちょっと待って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 、ちょっと待って、俺の解釈と一致してないんだが。え、ちょっと待ってくれクルス、クルス今日やよ。マジで俺学内にいるもんだな。あーでもそっか、メインキャラみんな移動しちゃってんのか。そっかそっか、メインキャラ移動してんのか。あーそっか、もう移動済みなんだもんな。そうなんだよな、うん、じゃあ体育館にいるってことになるか。つまり黒幕は最終的に体育館へ向かうはずだ。おそらく黒幕は今回俺がこういう立ち回りをすることも予想していたんだろう。俺に選定されることで自発的に向かったことをうまくカモフラージュしていたってことだ。ということは黒幕と対峙するには体育館へ向かうしかない。つまり今日の、隔離者として俺が志願する必要がある。つまり推理暴露ショーというか推理ショーは体育館で行われるってことね。本当は学内全員を体育館へ向かわせるのが最善の方法なんだが、この状況ではおそらく不可能だ。あの萩校長がこの提案を受け入れるとは思えない。うん、いたねそんなやつ。ちょっと喋り場でちょっと疲れたわ。学内の全員を、体育館へ向かわせるのは現状を諦めるしかない。つまりあとはもう俺が体育館に向かうだけだ。はぁ、必要行動全完了。
たださ、いや、誰なのって話で。コントかよ。まあ、もうここ二人で行くしかないよな。行くっきゃない、やるっきゃない。いや、そうとは限らないですよ。多分体育館も安全だと思うんですよね。詳しくは体育館に行ってから説明すれば、多分今日爆破されるのは学内のことだ。おそらく体育館は安全地帯のはずだ。それ牧島の前で行っちゃって大丈夫か？騒ぎ始めない？無理だっつーの。このことに気づくのが遅すぎた。さすがに学内全員を一日で体育館に連れて行くことなんてできねえよ。大体俺たちだけじゃ学内の連中を統率しきれねえ。あの無能ハゲ校長もいるしな。確かに。じゃあもっと早く気づいていればってことか。気づいていたとしても俺じゃ無理だ。学内を統率するっていう点がな、無理ゲーだな。まあ俺にとっては最悪の試験だ。俺が主導権を握った時点でこの結果しかありえなかったんだ。ちょっと待って、まさかそこまで読まれてたってこと？おそらく。どんだけ狡猾なの。かなりヤバいやつっすよ。こんなやつもいるんすね。なんかもうわけわかんねえ。もう俺もね、アマビアに私じゃないよって言われた時点でこうなったわ。マジでわけわかんねえよ。ぐちゃぐちゃだわ。とにかくそんなわけで俺は体育館へ向かいます。牧島先生、あとはよろしくお願いしますよ。なんか牧島、お前面倒ごと起こさないよね。私がやっぱ行くみたいなこと言い出さない？ここまで描写するか。つまり牧島が介入してくる可能性が出てきたな。お前は俺が体育館で話す内容を聞いて、とある人物の動向をしっかりと見合っていて。ねえ、なんで目星ついてんだよ。俺わかんないよ。頼むよ、自動でやってくれよ。自動で推理書をやってくれ。頼む、マジでわかんない、マジでわかんない。ちょっとごめんみんな、これは一発でいける気がしない。ダメかもしれない。そうだな、お前には言っておくか。黒幕はおそらく。まだ確定じゃねえけどな。ただ思うところはある。とにかくお前はそいつに注目しとけ。いいな。あ、そっか、人数制限ないから一応来ることにはできんだ。わかんない、わかんない、わかんないよ。どうしよう。こんな推理要素のある終盤も終盤で、黒幕の目星が何一つ立っていないプレイヤーって大丈夫？そんなことってある？さあ、メインキャラだけが残りました。メインキャラだけが残りました。
対このフォーメーションだよな。絶対このフォーメーションだよね。絶対絶対こうなんだろうなって思いつつこうなったわ。はい、ということで、まあ、すごく気になるところではあるとは思うんですが、このパートはここで一旦切りたいと思います。お疲れ様でした。多分次回で最終回だと思います。